有表です。今神戸に遊びに来てます。今神戸牛を食べたわけです。髪がバッサバサです。寝起きの神戸牛美味しいっす。あ、すいません、今日何日ですかね。今日は4月の14日ですね。土曜日。土曜日、はい。まあ、ジャパンの前日神戸に来てます。昨日のもう夜からですね、堪能してますよ、ダーツバーを。昨日どこで寝たんですか。昨日はポパイポパイポパイで4時間ぐらい寝るつもりが7時間ぐらい寝てますね。じゃあ次どこ行きましょう。次は三宮の中華街の旅に行く。じゃあ行きましょう。せーの、ほい。あ、ゆきさん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 。どうも。中華街来ましたけど。中華街到着しました。はい、まあ、ちょっとあいにくの雨なんでね、仕方ないですけど。何食べますか。やっぱり中華といえば北京ダック。北京ダック。じゃあ北京ダック食べに行ってみましょう。行きましょう。はい。ウィス。これ早速北京ダック。北京ダック。カピバラ。カピバラ。いただきます。はい。びっくりした。あ、甘くなくて美味しい。美味しい。タレがうまい、これ。美味しい。で、皮はこの北京ダックの皮パリパリ。はいはいはい。あ、もうちょっと美味しいコメントを。美味しいコメントも美味しいのに、美味しいのコメントいらないでしょ。ショーロンも。いよいよ。いよいよ。勝負するとき。それじゃあ、行ってみましょうか。言いましょうか。ちなみにどうやって食べるんでしょう。え？ちなみにどうやって食べるんでしょう。ちなみにも奥さんもこんなの一口でいかんと美味しさを味わえ。いや、湯気がまだ立ってる。はい、ショロンコ。はい。いただきます。はい。これボツっすわ。普通に食べれた。普通に食べれた。ただ美味しい。皮がもちもちしてます。で、ゆきさん、あの雨降ってますけど、どこ行きます？どこ行こうかな。次は前の神戸牛のハンバーガーが美味しいと聞いたんで、そちらの方に行きたいと思います。はい、了解です。じゃあそっちに行きましょう。はい、雨なんでね、いろいろ何もないですね。人通りが少なくていいですね。そうっすね。ちなみに、美味しい肉まん屋が、はいはいはい、もう30分ぐらい並んでるんで、はいはいはい、もうちょっと断念しましょう。断念しましょう。これね、勝手に映してもいいものかどうかわからないんでね、使うか使わないかわからないんですけどね。まあ、だいぶボスですよ。よいしょ。まあ、なんか、いろいろ神戸バーガー発見しました。神戸バーガー行きましょう、行きましょう。お疲れ様です。とりあえず自分の車のとこに、はい、戻りましたね、よし、それじゃあちょっと23番、昨日到着が、12時ぐらい。そうですね。なんで多かった12時間、15時間ぐらいですかね。はい、それじゃあおいくらになるか行きます。はい、23番。はい、お、安い。3000円。安い。1人1000円。多めのところに止めた方が安いと思います。
1日2000円ぐらいですね、うん、車止めたら朝来て帰ることみたいな、まあとりあえず、いやよかったよかったということで、まあ一旦車に乗って移動しましょう。はい、はい。